日本茨城県取手市土頭土頭駅前土頭4丁目湖。頭は茨城県取手市の町名、大あ旧北相馬群土頭村。都党1丁目から9丁目と戸頭がある。郵便番号は共に302-0034。取手市西部に位置し、南部乙利根川が流れる。国道294号が北部を上層触れ合い道路が南部をそれぞれ東西に通っている。 また北端を関東鉄道上層線が通り、5丁目に戸頭駅が設置されている。1丁目から9丁目は上層ニュータウン土頭地区であり、駅前から地区の中央を南北に貫く自転車歩行者、専用道路の両脇には集合住宅が多数立地するほか、その外側は戸建てを中心とした住宅街となっている。上層ニュータウンとして開発されなかった地域は、 住居表示が行われておらず、南部から西部にかけては、旧度頭村の主要部を含む農村部となっている。しかし、近年は、イオンなどの商業施設が進出し、森や市美園に隣接する地域では、住宅地として開発が進んでいる。東は、米の井、西は、森や市、みその、お市、高野、南は、柏市大尾田、北は、上高井、森やし小山に接する。 また、関東鉄道上総線の都科駅の北側は、森屋清水木屋である。住宅地の地下は、2017年の工事地下によれば、都と9から16から25の地点で5万1400円、平方メートルとなっている。地域の南部を流れる利根川に、七里が私の津頭があり、津頭がなまってと頭になったと言われている。2017年7月1日現在の世帯数と、 人口は以下の通りである。ありがとうございます。